はい、どうもこんにちは、橋本純也です。今回はですね、これ大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U です。 Amazon さんで購入しました。で、 Amazon さんだと、限定特典で飛び出るオリジナル 3D クリアファイル B6 ポス&ポストカードセットってなりますね。はい、ほんと飛び出るような感じなんですよね。これちょっと見にくいかな、カメラ、ちょっとこのね、カメラだとちょっと見にくいかもしんない。でも飛び出たように確かに思えます。クリアファイルの裏こんなになってます。で、ここにね、Amazon って書いてあるんですよね。AmazonCU.jp ってポストカードもついてきました。スマッシュブラザーズは初なんですよ。一回もやったことないですよね。3DS もやったことなければ、作品もやったことないですね。これが本当に初なんですよ。Wii U は、最近買ったばっかなんで、まあ、まともにやってるゲームっていうものはないかな。ベヨネッタ2とかゼロ濡れガラスの巫女とかぐらいですね。これがやってみたかったんですよ。やってみたかったの。僕実況ね、チャンネルも持ってるんでね、実況プレイをねしていきたいなと思いますよ。開けるとね、こんなになってます。まあ、いつものごとくこういうクラブのねシリアルコードがついてるチラシ、これぐらいの大きさと、見えてないよね、大丈夫だよね、切れる、はい、と、まあ、こんな感じだよね、はい、説明書です。まあ、簡易の基本アクションって書いてますね。基本アクション、基本アクション、ちょっとすみませんね、上から目線で今更ですよね。あとはもうディスクだけとなってます、ね、はい、で、まあ、よいしょ、なんもないよね、ないよね、ないわけないよね、パッケージの裏だっちゅう、なんだろう、今日はね、全然違った感じで、ちゃちゃっといきますよ。なんか知らないキャラクターばっかなんですよ、実は。誰これっていうのが多い。メトロイドのね、あれもわかるんですけど、なんかよく知らない人が多い。ロックマンも、まあロックマンは知ってる、うん、誰だろうっていうのが多い。わかんない、これ誰、これ誰、これなんか人空のあれみたいなんだよね。人空のなんだっけ、あの隊長風助。関係ないか。ピカチュウも出てくるんだね。ピカチュウって任天堂なの？あ、任天堂か。そうか、あれだもんね、ポケモンあるもんね。カービィは知ってる。なんか知らないのが多い。まあやっていけばわかるか、ね、パックマンはね知ってます。大乱闘スマッシュブラザーズ、ね、実況プレイしていけたらなと思います。ではまた実況チャンネルの方ね、また見ていただけたらなと思います。実況チャンネルわかんないよって方は、まあ、説明欄のところにリンク貼っとこうかな。リンク貼っときますんで、また見てください。ではまた次回、ね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。ではね、バイバイ。